昔からの悩みですが、スポーツも仕事もムラっ気が多く、いい時は人の2倍3倍パフォーマンスを出せるが、悪い時は人並み以下のパフォーマンスになります。スポーツではインターハイ3位、国体出場、インカレベスト8の実績ありますが、選手になれなかったのはムラっ気があったのが一つの原因と思ってます。武井さん、安定的なパフォーマンスを出すべく日頃意識していることなどあればアドバイスいただけないでしょうか。まあ毎日ずっと記録を伸ばし続けることですね。はい、毎日っていうかずっと競技やってる間ずっと記録を伸ばし続けることです。はい、陸上の人ってね、まあ、陸上じゃないのかなこの人、何の選手なのか分かんないですけど、アスリートってね、意外とね、やっぱり疲労を抜くのが下手だから、疲労を抜くのにすごい時間がかかるんですよ。練習、きつい練習した後とか。なんだけど、きちんとそのトレーニング毎日やってても疲労をしっかり抜けるケアさえしとけば、ケアってマッサージとかそんなんじゃないよ。もっと本質的な、自分の体がどうすれば疲労にさらされないかっていうことを考えなきゃいけないんだけど、それさえできてればそんなにレストとかっていらないのよ。だけどさ、試合の前1週間ぐらいになったら練習を落とすじゃん、まずアスリートって。で、ちょっと回復してとか元気になって、で、試合でベストパフォーマンス出して、で、試合でまた疲れるから何日か休んで、また練習とかでしょ？それだとさ、やっぱさ、で、冬は寒いからちょっとスピード落としてとかさ、なんか長い距離の練習ばっかり増やしてとか、で、また能力下がるでしょ？そんなのこう、ずっとこうやってやってんのよ。こういう風に練習をこうやって、ガクガクやってるから、いつまで経ってもこの成長がすごい遅いね。だったらもう少しずつでもいいから、こう右ずっと右肩上がりにどうしたらできるかっていうのをやっぱ考えることですね。右肩上がってりゃムラ気があろうがもうなかろうも関係ないんだから。もうだってこの時より、先月よりも今の自分のがね、能力が高まってる、絶対その力出るわけですから、ムラも減ったくれもないんですよ。そういうこと。